フジロックでは何度かヘッドライナーを務めたことがあるザ・ストロークス。ここ数年は各メンバーのソロ活動が活発だが、今回はギタリストのアルバ、ハモンド JR がフジロック1日目のホワイトステージに登場。出番前にインタビューに応じてくれた。何度かザ・ストロークスで出演したことはありますけど、あなたにとっては久しぶりのフジロックですね。前に出た時のことは覚えてるよ。とても美しいロケーションだからね。ただ、自分の中で記憶が薄れていたせいなのかもしれないけど、こんなに遠い場所だったのかと改めて驚いてる。4月にリリースしたソロ4作目、フランシストラブルを引っ提げて精力的にツアーを続けていますが、オーデの反応には満足してますか？僕のインスタグラムを見てもらえばわかるけど、すごくいい反応をもらってる。ラジオでもヘビーローテーションになってるし、ライブでは10曲中9曲が2からの曲なんだけど、自分でもそれだけ気に入ってるんだ。このアルバムが持っているエネルギーがライブ向きなんだろうね。僕のライブを初めて見る人にも伝わりやすいんじゃないかな。って、このツアーを回っている最中、改めて思ったんだ。それはいかなる時でも、ベストなものを出せるように普段から突き詰めておかなきゃいけないってこと。昔に比べて、より集中して作品を生み出せるプロセスができつつあるね。ソロ活動をスタートさせて10年、フロントマンとしてどんな意識の変化があり、ましたか？そもそも10年経ったという感覚はないけど、すごく満足してる。バンドから離れてソロをやってみたはいいものの、自分が何をしたいのか最初は明確にわからなかった。でも一人で曲を書いたり、歌ったりすることに、なんというか恋に落ちてしまったんだ。その後、3枚のアルバムと1枚のEPを作った。で、ザ・キラーズのサポートでアリーナを回った時に、自分の曲がアリーナにフィットすると感じた。今では一人で音楽活動をすることが自分の中で当たり前になっているね。言葉集や中野、フロントマンという視点で、ストロークスのジュリアン、カサブランカスのことはどう見てますか？バンドとして活動していた時は、人生においても、音楽においても、メンバー全員がお互いに影響を与え合っていた。だから一人になった時、正直どうすればいいかわからなかったけど、だんだん自分の中で人生や音楽の意味を乱していったんだ。ジュリアンとは昔はルームメイトだったんだけど、当時の僕は部屋をきれいにし、手置くタイプで、ジュリアンは散らかしても気にしないやつだった。でも、ある意味では似ているかもしれない。何が欲しいかとか、何を目指しているかとかに関しては共通していたからね。ストロークスの今後はどうなるんでしょうか。いつもはこういった類の質問には答えないんだけど、今日はせっかくだから説明をしておくよ。僕たちが沈黙してる理由は、誰かがメディアでストロークスの話をすると、分裂を起こすような書き方をされたりするから。今はバンドとして活動してないけど、もし何か動きがあるときはバンド名義で声明を出すことになってる。だから沈黙してるのは、ファンへの愛からなんだよ。それだけは分かってほしいな。
インタビューアー by 友山口本記事は、ローリングストーンジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。